皆さん、こんにちは。甘いルックスでダンスや歌といった高いパフォーマンスで多くの女性ファンの心に情熱の火を灯し続ける芸能事務所といえばジャニーズ事務所です。そんなかっこいい男子のイメージがあるジャニーズアイドルは体型には人一倍気を配っていることだと思います。ジャニーズは細身でイケメンという印象が常にあります。今回ご紹介するのは BMI が低いジャニーズ重戦です。一人目はキング&プリンスの永瀬廉さんです。永瀬さんの2024年現在時点での体重は50から53キログラムと言われています。永瀬さんの身長は175センチメートルですので、この体重ですと BMI は16から17ほどと推測されています。身長に対してこの体重だと明らかに痩せすぎと言われているようです。ちなみに永瀬さんの身長での標準体重は 67.4 キログラムです。2019年7月には自身のラジオ番組であるキング&プリンス永瀬廉のラジオガーデンで昨日体重測ったんですよ。前は52キログラムあったんですけど、昨日測ったら 50.7 キログラムしかなかったんですよ、と発言しています。52キログラムでも痩せすぎな気がしますが、 50.7 キログラムは心配になるレベルと周囲に言われたそうです。焼肉屋ではご飯を大盛りに入り、家系ラーメンと白米を一緒に食べているにもかかわらず体重が増えないのが悩みなんだそうです。歌やダンスなどでそれだけカロリーを消費してしまっているからなのでしょうか。食べても太らないなんて捉え方によっては羨ましい悩みに聞こえます。永瀬さんの場合はこれ以上痩せすぎてしまうと心配なレベルと言われています。テレビ番組桜井有吉座夜会では自身のベストが56センチメートルであることを告白し、番組内で永瀬さんは22インチのデニムを履いて見せています。これには同じく夜会に出演していたモデルのみちょぱさんも驚いていたそうです。細身のみちょぱさんでさえ普段履いているデニムのサイズは23から24インチとのことですので、永瀬さんがいかに細身なのかがよくわかります。ファンの間では永瀬さんの腕が細すぎるとも話題になっています。永瀬さんのこのスタイルに対してファンは病気なんじゃないか、痩せすぎているので体調不良に見えるなどの心配の声を上げています。過酷なスケジュールでなかなか太ることが難しいのかもしれませんが、しっかり食べてきちんと寝て、もう少しふっくらとした永瀬さんが見られたらファンの子たちも安心と言っているとのことです。2人目はキング&プリンスの高橋海人さんです。高橋さんの2024年現在時点での体重は53キログラムと言われています。高橋さんの身長は174センチメートルですので、この体重ですと BMI は 17.51 ほどと推測されています。身長に対してこの体重だと明らかに痩せすぎと言われているようです。ちなみに高橋さんの身長での標準体重は 66.6 キログラムです。高橋さんは流行病があった2020年の自粛期間中に5キログラム太ったと明かしていましたが、5キログラム太ってちょうど良いぐらいとファンからも言われています。高橋さんのこの報告にファンは、かいちゃんが太ったの気づいてたよと SNS で反応してくれていたそうです。いつも高橋さんを見守っているファンの方は体重の変化にもいち早く気づくようです。そしてそんな高橋さんのことを可愛いとキング&プリンスのファンたちは言っているとのことです。3人目はなにわ男子の高橋恭平さんです。高橋さんの2024年現在時点での体重は 53kg と言われています。高橋さんの身長は 176cm ですので、この体重ですと BMI は 17.11 ほどと推測されています。身長に対してこの体重だと明らかに痩せすぎと言われているようです。ちなみに高橋さんの身長での標準体重は 68.1kg です。なんと標準体重から 15kg も痩せていることになります。高橋さんは幼少期から食が細かったようで、遠足のお弁当もおにぎり2個で足りていたそうです。アイドルですので歌やダンスでかなりのカロリーを消費しますし、その上食が細いとなると太りたくても太れない体質なんだと言われています。ですが
高橋さんは細身でも筋肉がしっかりあるので引き締まって見えます。流行病で自粛期間があった2020年も自宅で腹筋ローラーを使用して筋トレしていたんだそうです。最近の高橋さんは2023年3月公開のなのにちぎらくんが甘すぎるという映画の主演が決まり、その合間でコンサートやテレビ出演もあるので多忙を極めています。そのためファンからはもともと痩せているし最近は疲れているようにも見えるなどと心配の声も上がっています。忙しいことはありがたいことですが、あまり無理をしすぎずにしっかり食べて体調を第一優先してくれることがファンの願いでもあります。4人目はスノーマンの渡辺翔太さんです。渡辺さんの2024年現在時点での体重は 52kg と言われています。渡辺さんの身長は 172cm ですので、この体重ですと BMI は 17.58 ほどと推測されています。身長に対してこの体重だと明らかに痩せすぎと言われているようです。ちなみに渡辺さんの身長での標準体重は 65.1kg です。標準体重からマイナス 13kg、 それに加えてシュッとした顔立ちですので頬がこけているともたびたび言われていたようです。頬骨が出てしまうのはもともとの骨格の問題もあるのかもしれませんが、渡辺さんの痩せやすい体質からくる現象なので仕方がないことです。しかし渡辺さんは最近体を鍛えているそうなので、このままいけばもう少しがたいが良くなった渡辺さんを見られる日も近いのではないかと言われています。5人目はスノーマンの阿部亮平さんです。阿部さんの2024年現在時点での体重は 58kg と言われています。阿部さんの身長は 178cm ですので、この体重ですと BMI は 18.31 ほどと推測されています。身長に対してこの体重だと明らかに痩せすぎと言われているようです。ちなみに阿部さんの身長での標準体重は 69.7kg です。ファンの間では2020年から2021年にかけて痩せたと話題になっています。もともと細身な人がさらに痩せてしまうとそれだけで心配になります。2020年から2021年というと新型コロナウイルスによる自粛期間が続いていた時期ですので、自粛太りしてもいいくらいなのに阿部さんは痩せてしまったそうなんです。そういった背景からもファンからはちゃんとご飯食べてるの？という心配の声が上がっていたとのことです。最近では細身ではありますが、以前の阿部さんの体型に戻りつつあると言われています。6人目は平成ジャンプの知念勇気さんです。知念さんの2024年現在時点での体重は 50kg と言われています。知念さんの身長は 159cm ですので、この体重ですと BMI は 19.78 ほどと推測されています。知念さんは身長も低く体重も少ない、明らかに華奢なスタイルと言えます。ちなみに知念さんの身長での標準体重は 59.8kg です。驚きなのが、なんと2013年の知念さんが20歳の頃には今よりもっと痩せていたんだそうです。当時の知念さんの身長は 158cm と今より少し小柄ですが、それに対して体重は 48kg と現在より 4kg も少なかったのです。近年の知念さんはアイドルとしてかっこいいパフォーマンスを行うために筋トレを続けているとのことですので、知念さんが細身なのはそういった日々の絶え間ない努力の成果だと言われています。ですが 50kg を切ってしまうとさすがにファンなどは心配になるので、今の体重以上は減らないように気をつけてもらいたいところです。7人目はセクシーゾーンの佐藤勝利さんです。佐藤さんの2024年現在時点での体重は 47kg と言われています。佐藤さんの身長は 171cm ですので、この体重ですと BMI は 16.07 ほどと推測されています。身長に対してこの体重だと明らかに痩せすぎと言われているようです。ちなみに佐藤さんの身長での標準体重は 64.3kg です。佐藤さんは2020年秋に放送されたデンジローのザ実験スペシャルという番組内で、身長 171cm で体重が 47kg しかないという発言をしています。この発言にファンからは、細すぎでしょ
171cm で 47kg って大丈夫？などの心配の声が上がっていたとのことです。佐藤さんは2021年5月30日に開催されたセクシーゾーンのアリーナツアーでもいくら食べても太らないと発言していたため、おそらくもともと太りにくい体質なのだと言われているそうです。そんな佐藤さんですが、最近では徐々に体重が増えてきているらしく、体重が 50kg いったと自慢していたこともあります。これにはファンも、勝利くんの体重が増えてきてて嬉しい、勝利くんの体重が増えて安心したなどと喜びの反応を見せています。食べてもなかなか太らず、体重が増えたことを自慢する佐藤さんと、それを喜ぶファンたちとの関係はなんだかとてもほっこりする素敵な関係といえます。8人目はスノーマンの佐久間大介さんです。佐久間さんの2024年現在時点での体重は 50kg と言われています。佐久間さんの身長は 168cm ですので、この体重ですと BMI は 17.72 ほどと推測されています。身長に対してこの体重だと明らかに痩せすぎと言われているようです。ちなみに佐久間さんの身長での標準体重は 62kg です。佐久間さんは全体的に筋肉質なため、そこまでガリガリというイメージはないかと思います。しかし BMI 的に考えると、この身長でこの体重はとても痩せすぎと言えるとのことです。スノーマンはアクロバティックも売りにしているので、それに適した体型を維持するように努力している背景がうかがえます。スノーマンの中でも佐久間さんのアクロバティックはプロが褒めるほどの凄さですので、ストイックな生活を送っていることが低い BMI を作り出したのではないかと言われています。9人目はなにわ男子の西畑大吾さんです。西畑さんの2024年現在時点での体重は 50kg と言われています。西畑さんの身長は 167cm ですので、この体重ですと BMI は 17.93 ほどと推測されています。身長に対してこの体重だと明らかに痩せすぎと言われているようです。ちなみに西畑さんの身長での標準体重は 61kg です。西畑さんはプロ意識が高く、普段からステージ映えする体作りに励んでいるそうです。以前にはマキュアージュオンラインのインタビューで、家でトレーニング動画を見ながら筋トレしてます、ムキムキすぎずしなやかな筋肉がついた綺麗な体を目指していて、理想の体型はトム・ホランドと語っているため、普段からかなり徹底した体重管理を行っているとのことです。10人目はシックスストーンズの田中樹さんです。西畑さんの2024年現在時点での体重は 55.8kg と言われています。西畑さんの身長は 175cm ですので、この体重ですと BMI は 18.22 ほどと推測されています。身長に対してこの体重だと明らかに痩せすぎと言われているようです。ちなみに田中さんの身長での標準体重は 67.4kg です。2021年1月30日のシックスストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルにて本人が体重を公表していたようです。その番組で公表した体重に対し、ファンからは痩せすぎを心配する声が上がっていたそうです。田中さんはシュッとしていて、もともと小顔で首も細めなため、特に痩せて見え方がこけて見えるとも言われています。田中さんが痩せている理由には、彼が食べることに興味がないことが挙げられます。2020年1月25日に出演したバズリズムでは、衣食住に興味がない、健康に問題があるから食べてる、シャワー浴びて寝られればよいと語り、ファンを心配させています。田中さんは食べる時間よりも睡眠時間の方が大事なようで、2019年7月4日に放送されたダウンタウンデラックスでは、時間をかけずに食べられるグリーンスムージーを朝ごはんに飲んでいると話していたそうです。いかがでしたか？今回は BMI が低いと言われたジャニーズ重戦についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。また見たいジャニーズのまとめや感想などありましたら、コメントしていただけると嬉しいです。それではまた。